10月7日、市内各地が秋祭り一色に染まったこの日、松山市勝岡町の勝岡八幡神社では一体走りが行われました。朝6時、宮出しの掛け声を合図に、子供みこし1体と大人みこし6体の合わせて7体が社殿を続々と出発していきます。松山市の指定無形民俗文化財に登録されている一体走り、距離およそ100メートル余りの参道を氏子の青年10人が一体の神輿を担いで全速力で駆け抜けるもので、この時に神輿を上下左右に揺らさずに走ることが美しいとされています。例年は7体の神輿がその美しさを競い合いますが、今年は感染症対策などのため安城寺地区の神輿のみが走り込みを行いました。雨という難しいコンディションの中、皆様に日頃ご指導いただいたおかげで、最後まで走り切ることができました。本当にありがとうございました。走り終えて、いや今ちょっと興奮しとるんであれなんですけど、いや本当にみんなで走り切れて、こういうコンディション悪い中でも本当におみこしが綺麗にゴールまでできたのがすごい良かったです。はい、兄貴と走るも2回目かな、なんですけど、今回もいい走りができたんで良かったと思います。ありがとうございます。3年ぶりなんですかね、とても感激しております。孫が2人出ておりますのでね、一体走りの無事終わりましてホッといたしました。勝岡八幡神社の一体走りは遠い昔から行われていたと伝えられ、1754年宝暦4年の和気郡大観賞の記録に勝岡八幡宮走り込みとあり、すでに江戸時代には一体走りが始まっていたと思われます。もともと一体走りの起源は、この地域の遠浅の海を潮を乗せた神輿を担いで沖に停泊している御用船まで運んだと言われています。これにはよくいつ頃の話かと様々な意見が出ていたのですが、近年1990年頃になって遺跡の発掘により分かってきました。奈良の平城京長屋を木簡により、この和気郡から潮を三都行進などと書かれたものが出土しています。このことから、今から1300年頃のこの地域で行われていたことが祭りという形で残されたことが推測されます。この祭りは遠い昔のこの地域の記憶を蘇らせる行事でもあります。今年はコロナの影響で一体しか走ることができませんでしたが、この意味のあるお祭りが絶えることなく続いてほしいと思っています。参加者は待ちに待った3年ぶりのお祭りを思い思いに楽しんでいました。